契約をする見込みのお客様との出会いの場という点では最も効率的な、まあ、時間と空間とね、そのお客さんとコミュニケーションを取る数がですね、圧倒的に多くなりますので、一番効率がいい、もう断然効率がいいのがこの展示会だと思っています。地域性は多少感じますね。特に福岡なんかはご商売の熱意みたいなのが強い方が多いのかななんて、そんな感じはしますし、積極的な方も多いのかなと思ってます。正直僕らも今自分たちでイベントやってるんですよ、各地で。一番大変なのがやっぱ集客で、ビューティーワールドさんはもう他の美容の展示会もう比べにならないほど群を抜いてるので、今回も福岡ものすごい人で大変助かってます。いや本当自分たちでやると本当集客が本当大変で、それを気にかけずに他のことに集中できるから本当にいいです。やっぱりこう日本での美容の展示会といったらもうビューティーワールドジャパンしかないと思っていて、やっぱりこれをめがけて皆さん来ますし、私たちもどうしてもこう眉毛という本当にこの特化した業界なんですけど、本当にこう普段出会えない方ともいっぱい出会えますし、やっぱりここで見つけてもらってちょっと知ってもらうとか、本当に自分たちがターゲットと思っていない人たちとも出会える。でもちろんそのまさにターゲットの人たちとはもっと密にコミュニケーションができるっていうところで出ない手はないと思います。であとその後の余波がすごいです。あの時のビューティーワールドで知りましたとか、その場でこう売るとか買うとか講習につなげるだけじゃなくて、その次もあるっていうところがすごく魅力的だなと思ってますので、はい。機器メーカーっていう形もあるから、やっぱりお客様はやっぱこういう実際ここで商品は体験できるっていうことは、やっぱりネットの販売よりやっぱり実際にサロンの先生に会って、まあ、サロンのスタッフに会って我々の素晴らしい商品を紹介するっていうのはすごく大切な場合はこういう展示会があるのかなと思ってます。ビューティーワールド出る前はやっぱりいわゆる営業なので、電話営業、各サロン様にですね営業マンが電話をかけてこの商品取り扱いませんかっていう、そういう形だったり、あと DM を流したりとかですね、そういう形でやってたの最初の頃ですね。なかなかね決定権あるオーナーさんまで行くって時間かかりますから、まあ、そういう意味ではやっぱり展示会出てですねそのオーナーさんと直接ダイレクトにお話しできるっていうのは非常にね僕は有利じゃないかなっていうふうに。うちにいる今取引先のお客様、まあ、全国で今うち5000店舗ぐらい導入実績あるんですけど、そのほとんどがですねビューティーワールドで、名刺交換して、そこから取引が始まった方たちがほとんどなんで、僕はまあ圧倒的だというですね、いろんな営業形態あると思うんですけど、まあ、いろいろこう試してみて、ね、やって、で一番力入れていくのが僕はビューティーワールドとかそういう展示会出てやっていくのが一番本当に効果が高いというふうに考えております。